メトロノース鉄道の M7A ロングアイランド鉄道 M7 型電車はアメリカ合衆国のニューヨーク都市圏交通公社が運用する通勤系電車である。本校ではロングアイランド鉄道で使われている M7 の他にメトロノース鉄道で使われている順道系車の M7A についても記す。老朽化の進む M1 電車の置き換えを目的にボンバルディア、 トランスポーテーションで製造された。前述のように投入線区によって名前が違うが、保安装置、終電靴の形状が違うだけで他はほぼ一緒である。ロングアイランド鉄道の M7 は2002年10月に、メトロノース鉄道の M7A は2004年4月に、それぞれ営業運転を開始した。保安装置を別にすれば、ロングアイランド鉄道、 メトロノース鉄道のほとんどの区間を走行できる車両であるが、電源は直流の第三機乗方式だけに対応しているために、交流の各電車線方式を採用するメトロノース鉄道の入平分線系統だけは入線できない。ステンレス製26メートル級の片側2つの片開きドアを持つ車体である。全体的に塗装はステンレスの地を生かした銀色で、 列車の存在を目立たせるために、先頭部分に M7 は黄色の帯を、M7A は全面を青く塗った上で白色の模様を入れたものとなっている。終電は台車に取り付けられた終電靴で行うため、屋根状のパンタグラフはない。通路を挟んで3プラス2列のクロスシートが設置されているが、回転やリクライニング機能はついていない。一部の車両には軽食やアルコールを販売する。 バーカーや車椅子対応のトイレがある。長さ、幅ともに、日本の通勤系電車より大きく新幹線並みの車体であるが、詰め込み抜きかないクロスシートであるために、定員は110名程度と日本よりを取る。電動機の制御に、三菱電機製のイベット VVVF 制御を採用、電動機には、カゴチ三小誘導電動機を一両あたり4台、搭載する。 ありがとうございます。